せーの。はい、みなさんこんにちは。ゆうカフェのゆかです。今日はこのダイソーだけでしたフルメイクっていうのをもう一度やってみようと思います。ダイソーで新商品ができて0720っていう、まあプチブランドみたいなのがダイソーの中でできたので、この商品がとっても可愛くてやばいってことで皆さんレビューとか買ったりとかしていて、私も気になって早速買ってきました。それでは早速見てみましょう。レッツゴー。以前ダイソーのアイテムを使ってフルメイクっていうのをしてみたりだとか、ダイソーの商品のレビューっていうのをしてみたりしてたんですけど、なんかね、その時はやっぱりダイソーは日本が一番だなってすごく思ったんですね。で、品数もすごく少なかったですし、そのフルメイクをするにはアイテムが足りないっていうのかな、そういうのもありましたし、クオリティもなんだかこの値段安いけど、でもだったらちょっとプチプラのあのロードショップとかでもいいのかなって思ったりとかして、ちょっと微妙だったんですね、その時は正直。でも今回 SNS とかで僕のダイソーが何になったのすごい頑張ってるっていう情報を聞いて、新商品が出たということで早速買ってきました。それでね、あの結構ソウルの方とかだと売り切れとかがあるみたいなんですけども、比較的チェジュは田舎なので全部はなかったんですけど、比較的揃っていて、で、ある分だけ全て買ってまいりました。もっともっとあるんだけど、こういう感じのパッケージになってて、パッケージもね、普通にめちゃめちゃ可愛いの。見て。でね、このシリーズはダイソーとして出してるっていうよりも0720っていうダイソーの中のブランドみたいな感じで、そういうカテゴリーで出してるそうです。ビューティーグッズをこれからたくさん作っていくんじゃないかなと思います。なのでそっちの方も皆さん韓国に来たらチェックしてみてください。それでは早速、今はね、あの日焼け止めが売ってなかったということで、日焼け止めとあと眉毛は描きました。なのでその他のお化粧を終わらせていきたいと思います。それでは最初にこちらから、これは5000ウォン、ここに書いてあるね、5000ウォンのクッションファンデなんですけども、0720 Real Velvet Cushion っていうことで、ちょっとベルベットってことはね、ちょっとマットなのかなってちょっと期待してるんですけど、まあ美白効果とか、あとシワに効くようなそういうエッセンスとかも入ってるようなクッションになってるそうです。で、中身はこんな感じで、開けてみると普通に可愛いんですよね。100均でクッションがって感じなんですよね、やっぱり。で、このスポンジはアリタウム の普通の元祖アイオペとかのクッションに比べたらちょっと薄いかなっていう感じはするんですけども、ダイソーとかでも最近こういうクッションを売ってるので、まあそのクッションっていう感じになってます。中身はっていうと、このレを出したら、パッと見ちょっとピンクがかった感じかなと思います。BB クリーム、昔の BB クリームみたいにちょっとこう灰色チックにならないことを、グレーチックにならないことを願ってるのですが、早速使っていこうと思います。そしたら、これもトン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 って細かく叩くような感じでなじませていきます。おー、でもまあなんか思ってたより大丈夫ですね。でちょっとよれ具合とかを全体に塗り終わったら見てみようと思います。ただライトベージュ結構白いですね。で最近こっちの肩とかが焼けちゃったので、顔はね焼かないようにすごい気をつけてるのであんまり焼けてないんですけど、体と顔の色がお化粧してもしなくても違うんですよね、どうしても。結構明るくて、一応全体に塗ってみたんですけど、ちょっとね、あのベルベットっていう意味が分かった。やっぱりちょっとだけこうマットで、で表現は綺麗にベールのようになるかなっていう感じです。ただ
あのお化粧してます感は否めないなって思います。厚さとしてはね、ここの私のニキビが隠れてるのを見ると結構カバー力もそこそこ、あるのかなって感じ。こうやっぱり、まあ、どうしてもクッションで液体を塗ってるわけなので、こうやったらよれるのはわかるんですけど、でもこの上からパウダーを塗ってしまえばあまり悪くないかなってイメージです。私あの結構このダイソーのレビュー、他の YouTuber の方とかあとは SNS の方で見たんですけども、結構クッションが明るくてなんかうんっていう意見がすごく多かったんですけど、私の肌にはそこまでなんかそこまで悪いなっていう感じはしませんね。他のロードショップのクッションとかもそうなんですけど、やっぱりこういうクッションタイプのファンデーションってどうしてもよれやすいとは思うので、その辺は完璧ではないっていう点伝わったら嬉しいなと思うんですけども、普段使いするには全然あり、びっくりした。近くで見るとこんな感じ、結構ツヤも出て、悪くないな。まあどうなんだろう、その時間が経つにつれてやっぱりクッションとかってくすんできたりとかもするので、その点はちょっとチェックしてみようかなと思うんですけども、塗ってすぐの感じだと私は結構10点満点で7点ぐらいあげたいかもはい、そんな感じです。そうしたら、チークもね、本当は2種類あるんですけども、1種類しかなくって、0720ベイビーライクブラッシャーラブピンクのものなんですけども、もう一つのカラーはコーラルっぽい、結構ね綺麗なカラーでした。でこれはもう王道のこういう可愛いピンクのお色になってます。これをブラシで塗っていこうと思います。もうこの色はすごく使いやすい色だと思うので、感じ見えるかな。もうちょっと濃いめにつけてみますね。こんな感じのお色です。もう本当にこれは大満足。いくらだったかというと2000ウォンです。200円でこのクオリティはすごいと思うな。全然使えますね。これからも普段使いしちゃいそうですチークはこんな感じになります。そうしたらアイシャドウパレットなんですけども、アイシャドウパレットのお色味も見せていこうと思います。これもねピンクブリングっていうお色なんですけど、ブラウンはね売り切れてました。やっぱり使いやすい色味って結構すぐ売り切れちゃいますよね。こんな感じ見えるかな。これでただちょっと秋冬カラーかなっていうイメージなんですけど、これからの季節にすごい使いやすいかなと思います。それ一応全部手に塗っていきます。まずこの色から、で同じカラーでのせてみました。発色がそこまでいいかというとそうではないんですけども、まあじゃないかなと思います。それでは使っていこうと思います。これをまずアイホール全体に塗っていきます。この毛質はちょっとないかも、痛い目がすごい痛い。なのでブラシはやっぱり違うのを使った方がいいかなっていうイメージです。この辺にダイソー感が出てきてるなと思います、手で塗った方がいいかも。目の下にもちょっと塗っていこうかな。チップで塗ると結構発色がしっかりする、キラキラってなりました。そうしたら、いや結構使いたいなって思う色はこの色、この色も使っていこうと思います。でも若干ラメがかかったピンクですけど、秋冬とかにも全然使えるようなこのお色味になります。ちょっと渋いカラーって言ったらいいかな。こうやってグラデーションしたらすごい可愛いですよね。そしたらちょっとマット系の色を、この色をかぶせていこうと思います。ちょっと目に奥行きを出す感じで、こんな感じ。アイシャドウもね、ダイソーって言われなきゃ本当に分かる？分かんないと思う、質感とかもね全然分かりませんダイソーっていうことは全然分かりません。なのですごいいいなと思います。それで
まずこのリップバームが3色あったんですけど、このリップバームを色を紹介していこうと思います。でね、お色味はピンセリーレッド、ラブピンク、オレンジシャーベットっていう感じのお色味になってます。ちょっと弱めの色、多分ラブピンクが一番薄いかなと思うので、ラブピンクからやっていこうと思います。わー、中身めっちゃ可愛い。本当にリップバームなんだ。え、内容量はというとね、まあでも、これ2000ウォンなんだけど、これぐらい入ってるので、まあじゃないですか。そうか、これリップバームね。よくあのロードショップとかでもある、まあ、色が変わるリップなのかなって感じですね。なので、あんまりこう画面では見る、あんまり見れないかもね。これがね、オレンジシャーベット。まあよく本当によくロードショップのなんかプチプラのアイテムでリップティントってあると思うんですけど、本当にそんな感じ。最後はチェリーレッド。チェリーレッド、私がまあ結構使えそうだなって思う感じ。これは真っ黒なパッケージなんだね。チェリーレッドです。え、硬っ。ちょっと硬いです。ボコボコしてるよ。この辺ちょっとダイソーっぽいですね。でチェリーレッドはというと、でもさっきのオレンジも結構レッドっぽいので、あ、こういう風に残るのやだ、普通。一応レッドで刺したら、口にすると結構発色になるんだ。やっぱり温度でちょっと変わるようにはなってるんですね、きっと。でもね、閉まんなくなったよ。これ戻んなくなった。指で戻さないと。ほら。こういうとこがちょっと100均っぽいですけど、まあまあ、100均というかダイソーっぽいですけど、でもこの値段でね、あの、パッケージ可愛いのでもう許す。許しちゃう。オイルティントもレビューしていこうと思います。上に塗っていこうかな。オイルティントもね、めちゃめちゃ可愛いパッケージですよ。でこれがピンクの、これがサーモンピンク。結構ねピンクピンクしてるなって思った。どうかな、使いやすい。これはね、あの、完全に夏カラーだなと思うので、秋冬っていうよりはもう本当に夏メイクするときにいいかなって感じです。悪くはないよ、悪くはない。ただ持続力はね、もうちょっと試してみないとなと思ってます。はい、それでは一応ラストなんですけど、マスカラが売ってたのでちょっと買ってみました。ディープブラウンのお色しかなくて、まあこれでもいいかなと思って買ってみたんですけど、パッケージはもう本当に統一されていて、めちゃめちゃ可愛い感じになってる感じです。まあ、こういう普通のブラウンみたいなお色ですね、つけていこうと思います。今まだまつ毛がちょっと何本かついていて、ちょっと参考にならないかもしれないんですけど、めちゃめちゃ自然に塗りたい方はいいかなって感じですね。ただなんか、そこまで、これめっちゃいいっていうような感覚はあんまりなくて、普通でした。アイライナーしてないですけど、こんな感じのダイソールックになりました。この間よりはめちゃめちゃいいんじゃない？自然になったし、アイシャドウとかもすごく色味が豊富ですし、リップ系とか、あとこのチークもすごく好きだなって思いました。はい、それでは皆さん、ちょっとプチプラアイテムを韓国旅行で楽しみたい時とかはめちゃめちゃおすすめだったので、ぜひ一回ダイソーに行ってチェックしてみてください。それでは今日も楽しんでいただけたら嬉しいです。インスタグラムとツイッターのフォローもお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。